大切な課題として人への投資、これが大事だと申し上げてきています。教育のデジタル化ということにおいて、現場の先生方、こんな課題があるとか、お聞かせいただけますでしょうか。日々、私もですね、ICT ツールを活用するためにいろんな工夫をしているんですけれども、やっぱりどうしてもわからないことがたくさんあるんです、うん、私たち教員よりもですね、生徒たちの方が実際詳しかったりしたり、うんうん、はい、生徒に教わりながらやってるという現状があります。教員同士で授業を見合って、新しいツールだったりとか活用の方法を学んでいって、課題だったり良さだったりっていうのを共有して、なんとか今は生徒と共に頑張ってる。それまで子どもたちがこう考える手立てというのを、我々教師がこう一から全部用意しないといけなかったんですけれども、その端末を整理していただいたことによって、子どもがこう自分で調べたい、自分で表現の方法を見つけたいというふうに、どんどん主体的に学習に取り組むことができるようにはなっているなというふうに実感しています。教育の質の向上、そのために働き方改革ですとか、処遇の改善ですとか、あるいは学校におけるこの指導運営体制を絶えず改善していかなければいけない。働き方改革について、あと仕事と子育ての両立について、この2点、お話を聞かせていただけますか。今まで採点なんかを手でやっていたんですけども、採点支援システムというパソコン上で採点をすることができる機能があります。効率的になったんじゃないかなって思っています。保護者からの欠席連絡とか遅刻の連絡とかをクラウド上の集計ツールを使うことによって、時間とかが大幅に削減されているように感じます。で、私自身小さい子供を育てながらこの仕事をさせていただいていますので、遅くまで学校に残って遅くまで仕事するということが今、働き方改革を、続けられるように、私たちもその環境整備努力をしていかなければならないと思っております。今日は貴重なお時間ありがとうございました。